後方なって第4レース A 級予選競争最終組です。スタート5回も出る地元1番松尾大輝、迷わず前を取り先頭員追いかけます。同じく地元戦です。5番の米島健治、長崎勢が先頭員追いかけて、4番の伊藤圭太郎、今シーズン S 級特別賞金をかけての初戦であります。その伊藤圭太郎上がってまいります。6番倉岡慎太郎が今日はラインの4番手固めて、5番抵抗が瀬戸内勢となります。伊藤と同期対決、7番の岡山中尾翔に3番の吉永和夫、2番吉田修司、瀬戸内が後ろ攻めです。4対3対列完成です。同期対決注目です。4番の伊藤圭太郎が受けて立ちます。今季は4年ぶり A 級2班での戦いです。今年はここまで8回の優勝があります。バック12本、初連携です。地元戦1番の松尾大輝、3番と同じく地元戦5番の米島健治、6番熊本倉岡慎太郎が4番手固めています。同期7番の岡山中尾翔、直前の奈良で決勝進出、バック12本、どこまで伊藤に力が通じるか。番手はメンバー中ただ一人 A 級1班格上3番の吉永、今季は3年ぶりの A 級戦です。3番手を香川2番の吉田修司が固め、瀬戸内勢です。中尾翔の動くタイミングが最大のポイントです。ちらっと伊藤が警戒、赤番前から中尾一気に踏み込んでいきます。4番の伊藤はすんなりと瀬戸内三者出させた。4番手すんなり下げて体勢を立て直します。3番手の車間を4車身5車身かなり広げて、どこで動くか打掌です。中尾の気持ちが勝つのか、伊藤圭太の気持ちが勝つか、注目の同期の自力型。まだ伊藤は我慢しています。中尾を逃がす形で伊藤は幕に構えるか。徐々に最終コーナー車間が詰まっていく。7番の中尾、2コーナー立ち上がり、4番手伊藤が踏み込む。2番手吉田が止められない、一気にねじ伏せた。3番手米島までできた。あとは2車単逆転なるか。一騎打ちムード、伊藤松尾大輝全く変わらず、4番1番5番です。伊藤圭太郎、力でねじ伏せた伊藤圭太郎でありました。ライン3人、長崎勢もしっかりと続いて4番1番5番で入着です。広正也さん、2車単1本釣り、お見事でありました。4番1番5番のライン1、2、3、以上4レースでした。はい、第4レース実況でお楽しみいただきました。